はい、こんにちは、コカムです。今回は青い文房具で筆箱紹介をしてみたいと思います。家にあった文房具なので、揃えられなかった文房具もあるんですけど、まあ紹介していきたいと思います。まず筆箱はユナイテッドビーズのスプリットペンケースで、キルティング加工されているこちらの、ロフト限定のものにしました。ちょっとあんまり青くはないんですけど、こちらにしてみました。こちらはホワイトステッチです。で、このデニムは岡山デニムを使用しているみたいです。スプリットペンケースはこんな感じでチャックが大きいのがポイントになっています。ちょっと開けにくいっていうのはあるんですけど、アクセントになってすごくおしゃれになっていると思います。そしてこちらの革もアクセントになっていて、おしゃれになっていると思います。では紹介していきたいと思います。まず消しゴムはトンボのもっと軽く消せる消しゴムです。こちらともう一個プラスのエアインも青かったんですけど、こちら消しゴム自体もちょっと青っぽくなっていたので、こちらにしてみました。糊はトンボのキエルピットです。まあ、こちら青ですね。こちらはこんな感じで糊自体も青になっていて、塗った場所がわかるようになっています。個人的にトンボの3つのスティック糊の中で一番こちらが好きです。一番粘着力があるなと思うのと、あとは、まあ、さっきも言った通り色がついているので、どこに塗ったか分かるようになっていて、塗り残しやまた2回塗るってことがなくなるのですごく便利です。ピンポイント消しゴムは国用のリスターレサイドノックの消しゴムにしました。青いピンポイント消しゴム結構持ってたんですけど、こちら一番変わってるものだったのでこちらにしてみました。とこちらはこんな感じです。サイドノック式になっています。消しゴムはこんな感じです。定規は持ち物のピタットルーラーにしました。こちら最近購入したんですけど、工作とかにすごく便利でした。まだ工作にしか使ってないんですけど、カッター盤が小さくて、動いてしまうことがあったんですけど、こちらは動かなかったのですごく便利です。あとはこんな感じでアルミ定規なので、まあ、カッターも使えるし、こっちだったら下が見やすくなっているのですごく便利になっています。こちらはこんな感じでちょっとこう下に行くんですよね。こうすることによって固定できるようになっています。ここがゴムになっているので、ここ最初は下についてないんですけど、こうやって押すことによって滑り止めのところがつくようになって動かないようになっています。鉛筆はトンボのもののマークシート用の鉛筆にしました。キャップは以前単体の動画で紹介した SNC の革製の鉛筆キャップです。この鉛筆にもすごく合ってかっこいいと思います。修正ペンはユニのホワイティアにしました。こちらはこんな感じでノック式の修正ペンになっています。ペンテルのパワコレもあったんですけど、こちらにしてみました。こちらは、パワコレよりペン先が太くなっていて、パワコレよりは細かいところを消せないんですけど、広範囲を塗ることができる修正ペンになっています。まあ、修正ペンいっぱいあってもっといいものあるかもしれないんですけど、やっぱりノック式っていう点でこちらにしました。蛍光ペンはステプトラーのテキストサーファーゲルにしました。こちら全体的に青だったのでこちらにしました。これキャップも青ですね。こんな感じで固形の蛍光ペンになっています。ボールペンはペンテルのエナージェルにしました。こちらは丸付け用にしました。もうエナージェルもすごく滑らかですね。ジェットストリームと同じくらい滑らかで、まあ、油性とジェルインクっていう違いはあるんですけど、どちらもすごく滑らかですね。万年筆はペリカーノジュニアにしました。こちらはペン先が太くなっています。私が持っている万年筆そんなに多くないんですけど、他とは違った書き味で、これもまたすごく気に入っています。グリップはラバーになっています。でこんな感じで
持ちやすくなっています。シャーペン1つ目はプラチナのゼロ芯にしました。こちらは残り芯わずか1ミリでも書けるようになっているペン、シャーペンになっています。上にはこんな感じで繰り出し式の長い消しゴムが入っています。グリップがちょっと三角目になっているので持ちやすくなっています。あとはこんな感じで線が入っていて滑りにくくなっています。私はこのカラー芯を使ってた時に、こちら各色少なく入っているので、なくなってしまう色があったんですね。なのでその時にこちらを使っていました。あとは高い写真とか無駄にしたくない人とかにもおすすめです。2つ目のシャーペンはステッドラーの925-3503にしました。こちらは最近購入しました。シルバーのもの持ってたんですけどグリップが汚くなっていたので新しく購入しました。あとは、好きな YouTuber さんが使っていたということで、買ってみました。本当は 0.5 ミリが良かったんですけどなかったので 0.3 ミリを買いました。光沢があるブルーですごくかっこいいですね。はい、ということで、筆箱の中身は以上です。今回もあまり揃えられなかったんですけど筆箱紹介に向けて、いろいろ買っていけたらなと思っています。まあ今回も適当に選んでしまったところはあったんですけど、まあ、ちょっとでも参考になれたら嬉しいです。では今回はこんな感じで以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では